の蜂蜜です。ご主人ね、話をするとね、気さくに蜂蜜や蜂のことを教えてくれるんでね、いろいろね、聞きたいことがあれば聞いてみるのもね、楽しいかと思います。またね、気に入ればね、お土産にね、蜂蜜を買ってみるのもね、いいかと思います。
人口に対して焼肉屋の店舗数が日本一、焼肉の町と言われてます。非常に焼肉を食べる町ですね。でこちら左手からね、ドーンと突き出している岩、千畳番と言います。仙人がね、不老不死の薬をこの岩の上で作っていたという言い伝えが残されてます。千畳番の奥の方の垂直な平らな面に字が彫ってあります。ちょっとね、船からじゃ見えにくいかな。でこの千畳番もね、どんどん削れてるんでね、名前がついた頃はもっとね、違う形をしていたんじゃないかなと思います。次はね、犬の形をした犬岩になります。右手ですね、今船頭さん操作してますけどね、すぐ手前の大きな岩です。上流を見ている犬の横の姿ですね。尻尾が生えている、苔が生えているところが尻尾と思えばね、ちょっと分かるかなと思います。でこの真横ですね。はい、そしたら次はね、この天竜峡巡りをするような水が少ない時にしか見えない岩になります。親子ワニの岩ですね。まだ見えてないです。はい、そろそろね、右手のね、水面近くに見えてきます。ちょっとね、茶色っぽい真っ平らな岩ですね。親子のワニになります。はい、この岩はね、すぐ水没してしまうためになかなか見えないね、まあ、レアな岩っていえばレアな岩です。はい、ここ真横ね、水面近くですね。本来ライン下りではね、船の上からとわみ落ちます。